こんばんは。国男です。えっ、ー、と YouTube チャンネル国をチャンネルとして、えっ、ー、と継続している4日目になります。多分4日目の放送になるということになりますね。えっ、ー、と、今日はちょっと実はえっ、ー、と内容を変更して、えっ、ー、と皆さんにお届けしていこうというような感じになりまして。ええー、と特集と言ったら変なんですけど。 えと渡辺真知子さん、うん、歌唱のオリジナル曲これが非常になんていうんですかね松浦綾ちゃんの声でカネボウの「アイ・ホープ」という CM で歌われてるんではないかというようなあ話題をツイッターで、えー、と非常に目にしまして、えー、とその歌唱部分というのの松浦綾ちゃんとの類似点というか。 その辺をちょっと解説していこうと思っております。えっ、ー、と最後まで聞いていただけたら嬉しいです。では始めますね。えっ、ー、とこの歌詞の部分、多分 YouTube の下の方で文章を見ればあ解説また入れるようにしてるんで、えっ、ー、とそれ見ながらで、えー、構わないんですけど、後で見ても構わないんですけど、えっ、ー、とね、唇を熱く君を語れ。 誰よりも輝け美しくという最初の部分、えー、とここなんですけどもポイント1とします、えー、3つポイントがあります本当はもうちょっとあるんだけど3つにしようということでお届けしますねえっと音程僕ちょっと微妙ですからそこは無視してください「あーけーやーけー」この「や」ですね いやーこれはねえー。っと、松浦知ってる人ならわかると思うんですけども、空気を抜くような歌い方のやからあにかけての声というのが松浦やちゃん、特徴的な声があります。えっ、ー、と、おそらくこの部分というのが、ああ、親親って部分ですね。えっ、ー、と、非常に。 本人ではないかというようなことを否定するのが難しくさせている最初の気づきでしたそしてポイント2ですね唇よ愛に落ちてみろよここの「見ろよお」のおー「お」ですよここが、まあ、僕のとにかく歌は無視してください あーこれも松浦彩ちゃん聞いてた人ならよくわかると思うんですけども「王」の種類がすごく多いんです彼女強くも言えるし弱くも言えるし上げられる下げられる鼻を駆け巡らせられどこかに引っ掛けてそれを伸ばせるみたいなことですねこれねえー、あーこれもうかいなと思う うーん思っちゃいましたよ。でこれは根拠をやっぱいくつかあ,あげたら音的なものとか多分今解析みたいなことですかできると思うんです。でもそことは別の何て言うか松浦聞いてた人のノスタルジーに引っかかる。松浦愛ちゃん自体やっぱり鼻に引っかけたりちょっと とある時期こねくり回したりみたいなことをして、えー、最後整えたタイプのまあ最後と言ったら変ですけど活動している後期に整えた感じがあるんですねその声いただいてますっていうことですこれでね多分松浦アイドル時代だけじゃなくて えー、進化の季節以降というんですけども2006年ぐらいかなあとぐらいの松浦、まあ、や聞いてた人にはああおかえりなさいってなるなるんですよまあそんな仮説憶測がすげえクリアになっちゃうようなワンフレーズがここにありますえー、とそしてまあ続けましょうポイント3ですけど 他のところが押さに行く前に松浦、ま、やちゃんの特徴的な英語回しというのがあってそれが「時にむれてしたたかになれ」のあの「Oh Beautiful and Free」ここここも多分ああ聞いてた人には「ああ鳥肌臭」みたいなこれあと、ま、訪れると思いますうん。 ででまあこれは特別ここだとは言わないですよ。なので3つにしなきゃいけないということはありますので、えー、3つ目、えー、ここが完,完璧に松、まあ、ラなんですね。えっ、ー、と「唇で語れ明日を」の最後の「語れ明日を」これこれの点「語あた」あ,あた。 もうここで決定だなみたいな気持ちでもう何十回も再生してこれ話そうと思って聞いてたんですけどあなたで確定かなと思ってしまいました。 まあ、じゃあなぜ今このタイミングにこういった形で金棒 CM で松浦屋なのかというところ気になりますよね。だからこれ検証いろいろできると思うんです。まあ、上国良萌えちゃんがまあ絡んできているところそれとまあアンジュルム自体が、えー、去年からですよねテレビメディアに対して えー、もうアンダーグラウンドやインディーじゃなくなっている存在になっているってところもあると思います。まあ宮崎ゆかちゃん上心萌えちゃんとかのねあのなんていうんですかねモデル的な活動洋服のブランドですよね、うん、なんかこれ言った方がいいのか言わない方がいいとか YouTube ルールあんまり理解してないんで金も言っちゃっといてあれですけど、えーまあ、調べておきます。 でその動きと連動し、松浦がご存知の通り、知らないかもしれないですけど、2021年がデビュー20周年ですよ。まあ、お子さんも2人目も落ち着いているかどうかはわかりません。でも、落ち着いていただいてもいい時期。デビュー20周年。がしかし、 事務所はアップフロントではなくウィンズ系のケーター系のみたいなところでしたよね確かでも僕は松浦綾特別枠これも稼働するんじゃないかなと思ってますね、まあ、理由も3つ言っときましょうまずえー、ハロプロアップフロントで えー、おそらくじゃなくてこれ数字でもう証明できると思う数と当時のトップ CM タレントの収入額とかで、えー、大体出てきちゃうところあるんですけどハローでおそらく一番稼いでますよなので、えー、と功労者で、えー、ある一番手であるのは間違いないと思いますそれで2つ目のポイントですけど おそらく松浦綾ちゃん自体が自身があまあたまには歌ってもいいのかなというふうに思ってこれ <laughs> 思ってくれてる時期今なんじゃないかなみたいなのを探ってるとしたら20周年やりやすい <laughs> まあ誰でもかまあそういう 憶測というか裏付けるための一つですねそれとこの裏付けもう一個あるんですけどもし大きなやってくれたら最高だけど発表アルバムであったりコンサートであったりっていうところを考えるともう天に何か神がついてるような感じですよ。2021年オリンピックがないホールが戻ってくるホールが戻ってくるとおかしいけど。<laughs> あまあまあ争奪戦でしょうけど松浦綾帰ってくるって言ったらあ貸すでしょう、うん、貸さなければなんか俺も考えたいそんなことを思いましたえー、とまあざっくり憶測3つでしたけど松浦綾ちゃんの魅力ということをそれだけで、えー、考えるにしても楽しいですし なんかワクワクドキドキあうまいこと言おうとしてないですよそういうとこありますねなんつうんだろうねかんうん30代の松浦綾どんな歌歌うんだろう、えー、どんな感じで、えー、僕たちの目の前に現れてくれるんだろうなんかその1幕目 うん、アップみたいなちょっと女装とは違うね体こう慣らしてるようなところ見えたんじゃないかななんて思って、えー、とちょっと興奮が止められずに今日は上場軍団のライブを下北で見て帰ってきてそのまま取っ,ってそのまま出します、えー、またご意見色々いろいろだければと思っておりますえー、と有意義な、えー、この場所にしていきたいと思います 思いますので引き続きよろしくお願いします。以上国雄でした。またね。